お疲れ様です。以前お話したかもしれませんけども、50代のね、お父さんが会社をリストラされて転職して、まあ月収15万とかね、16万ぐらいの再就職を果たしたんですよ。で、それで、まあ家をね、支えているということで、まあ非常に悔しい思いをしてるなっていうところで、まあそのお父さんには息子さんがいらっしゃってね、息子さんは20代後半で、その引きこもっちゃってるんですよ。で、お父さんがこう仕事をして帰ってきてね、で息子の部屋にこうコンコンって行くわけですよ。おい、そろそろ出てこいと。今いつまでもそんなんじゃ苦労するぞと。お父さん見てみろ、真面目にやってきたのにリストラにあって今少ない給料の中で頑張ってるぞと。ママ頑張れよってね、言うわけですよ。で、その息子さんは部屋の中で引きこもってるんだけども、その中でね、トレードをして月収200万なんですよね。そうなってくると、まあ、時代が変わってテクノロジーが世の中にあるというよりも自分の部屋の中に持ち込まれてきたわけですよね。で、 BNF さんっていうのは引きこもってるわけではなくって、トレードってそうしないとできないじゃないですか、うん、渋谷の街を歩きながらねトレードするっていうのは一部にはやってる人がいるとされてますけども、ちゃんと利益出そうと思ったら分析のためとか指標を見るためとか情報をキャッチするために部屋の中にいていろんなところからね同時に情報を取って、その情報に即時動くためにパソコンのキーボードやマウスを身の回りに置いておかなくちゃいけないわけですよ。で、それをチャンスを逃さないためにべったり張り付いて一日中いないといけないですから、これはね数万数十万人の人の中に囲まれてるのと一緒なんですよね。まあ、つまり今は中から外にアクセスすることができるんで、目に見える形で玄関から靴を履いて出かけていくことだけが社会とつながっているものではないということなんですよね。まあ、だから BNF さんっていうのは引きこもってるわけでも何でもなくって、そういう職業なんだというふうに考えるしかないのかなっていうところでございます。昔からねテレフォンアポインターとかっていたりとか、あとね電話で仕事する人っていたんですよ。顧客対応とかね。じゃあその人は客観的に見たら事務所のどっかの一室にいてね、で、音声を遮断して個室の中でこう電話がかかってきたら対応するとか、こちらから電話するみたいなことやってます。誰とも会ってないわけですよ。まあ電話越しに誰かが相手がいるってことは考えられますけども、それを今はね音声の同時通話じゃなくって、キーボードに現れてる一つの表現とか、あと文字で綴られたなんかのね伝達とか言葉とかっていうのをやり取りしながらやってるってことで言うと、BNF さんの向こうにも世界中に人がいるから、その中のまあ BNF さんっていうのかな、テクノロジーが部屋の中にいながら社会世界とつなげているってことだと思いますよね。だからそう考えていくと出勤してるお父さんの方が関わってる人数は少ないわけですよ、うん、でしかもそこに多大なる不自由とストレスを感じてるってことを考えると、まあ引きこもってるからどうこうってことはないのかなと思います。ただしですよ、ほとんどの人は意味ない引きこもりをしてるんですよ。人生にマイナスな引きこもりをしてるんですよ。だから肯定はほとんどできないです。で、周りの人に迷惑と不自由をかけていて、まさにねお父さんやお母さんが自分たちがいなくなったらこの子はどうなるんだろうかっていうふうに考えさせちゃってるわけですよね、うん、やっぱりやることっていうのは、ああもう自分がいなくてももうね伝えたいことは全部伝えたから心配ないやっていうふうに思わせることが後の世を継ぐものの役目なのかなって思いますよね、うん、まあそれがねうまくいかないこともあるんですけども、結局はね自分たちが死んだ後子供たちが心配だっていうふうに思わせるような残念なお別れもあるんですけどもね、まあ、でも、うん、今はちょっと難しくてもこのまま頑張ってくれればなんとか自分の人生やっていけるんじゃないかなっていうふうに思わせてあげれば、まあそれは御の字かなと思いますし、だからそれをね汲み取ることができるかどうかが自立じゃないですか。あ、自分がこのままだと先に、まあ、命を終える、まあ、直接言うとね親とか自分の身内が心配するだろうなっていうふうに汲み取れば、そうならないような自分を見せていくっていうね、俺はもう大丈夫だからっていうふうに、見せてあげることね。例えば今回のなんとか塾ですよね、もう忘れましたけども起きて塾か、起きて塾に関しましても子供がね
あの人生でこぼこで引きこもってるかもしれないけども、お父さんお母さんの前に行って俺は大丈夫だから安心してよっていうことをやっぱ言ってあげれるかどうか、言えるような人生を送れているかどうかっていうことが全てなんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということでございます。